はい、それではよろしくいいし,よろしくお願いします。あの, <laughs> 今日のインタビューは、あの毎日新聞の,あの政治部の専門編集員でございます、山田がやらせていただきます、よろしくお願いします。最近の話題で言えば、やはり何と言っても事業仕分けでございますが、えー、この事業仕分けというのは、えーまあ、自民党政権時代の休兵を一掃するためのですね、 的的で象徴的な儀式であるのか、うん、そうではなくて定着するスタイルなのか、うん、そこのところをご説明いただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。あの具体的なやり方はいろいろと変えていくべきところ、うん、たくさんあるんだろうと思いますが、えー、予算編成のプロセスというかあるいは予算の使い方の具体論、格、うん、論を 公開の場でで外部の視点を中心にしてまあしっかりと文字どおり仕分けていくというこういう手法というかプロセスはこれはあの、まあ、一種恒常的にやる必要があるんだろうなと私は思っています当然あの今だからものすごくいろんなところにあの大きく切り込めるということはありますがあの 誰がやっていても同じことを2年、3年とやっていけば時代状況変わったのにだらだら続いている予算とかって必ず出てくるのでそれを常にあのフォローしていくっていう作業はやっぱりいいいるるんじゃななかと思いますうん、うん、なるほどあの枝野さんがあの役職はなんという立場で出したんですかね行政刷新会議の評価人の、まあ、元締めみたいな感じでしたけどまあ一応統括役というとこ役でここに選ばれるに至った経過というのはどういうことだったんでしょうかね。 選ばれるに至った経過はよくわかりませ、ね、ん、がある日、のあんちょっと昼に行くからって言われて、ここに戦国さん来られて、うん、こういうのやるからお前やってねれって言われた、それだけです,けですか一連の作業を終えられて、どうですか、まあ、評判は大変いいようですけど、おおむねね、ただ、非常に根強い批判はもちろんありますけどね、うん、一番印象に残ることは何ですか。 あのまあ予算事業に限らないんですけど、ね、物事には目標と手段と2つのまあ次元があって、うん、目標がどんなに正しくてもその目標に達成する手段が、うん、あの合理性を持っていなければあの意味がないわけですが。